金家があそこまで強引になれたというのも、南紀町ね、はい、第8話で金家は倒れて、身内も騙した大芝居があって話題になりましたよね。うん、で、まあ、実際ここまでじゃなくても、金家は実際に、火山天皇が天皇から外れるような出家とかの策謀を取った大それたことをしているわけですよ。はい、で、これは、金家が兄たちを見たテクニックをいっぱい持っていたってこともあるし、下で抑えられた鬱憤や時間的焦りもあったと思うんですが、うん、いずれにしてもね、摂関政治ってくらいだから外層部なんですよ。はい、じゃあなんで外層部の権威が大きいのっていうのは、水面下で女性の力が大きかったって影響力と、うん、そこときっとつながってたんだと思いますね。続きはタイトル上をクリックして動画でご覧ください。